9月28日にリリースされた宇多田ヒカルさんの8年半ぶりのフルアルバム、ファントメ。O の上にサーカムフレックスがつく。が、世界各国の音楽ランキングで上位に急上昇。本人も驚く宇多田旋風が巻き起こっています。宇多田さんやスタッフのアカウントがリツイートしているものだけでも、フランスのイツネス、ストレランキングで12くらい、アメリカでは6くらい、台湾や香港、シンガポールに至っては1くらいを獲得するなど絶好調。さらに日本のイツネス、ストレでは、爆発的なヒットを記録しているラドウィムプスの、君の名は、追い抜き堂々の1くらいに。また、タワーレコードの全店総合アルバムチャートで2日連続1くらいとなっているほか、オリコンのデイリークドアルバムランキングでも、27日に登場した AA のベストアルバム、エクストレメ、ベストを抑えてトップに輝く快進撃を見せています。この反響は全く予想できていなかったようで、宇多田さんは、何これどういうこと？笑い、はひ。とツイート。宇多田さんのスタッフも、マーケ担当者として正直に告白しますが、ここまでの筋書きはなかったです。言霊？ですかね。わら、いやーにしてもすごいなぁ、と驚きを隠せない様子です。19日には、8年ぶりに、無宿、S たちオンに出演して歌声を披露した宇多田さん。空白の6年間については、一旦リセットしたいなと、だんだんわからなくなってきちゃって、みんなに求められている私と本当の自分が離れている気がして、一旦止まろうと決めました、と語っていましたが、今回のヒットで再び音楽の世界に舞い戻ってきたと言えそうです。引用元、URL 省略。関連動画、再始動、宇多田ヒカル。活動休止の経緯や創作活動を語る。2016年9月22日 NHK、ソングス。URL 省略。驚愕、宇多田ヒカル、新アルバムの売り方がやべえ。さすが日本音楽界の至宝。芸能界の重鎮ちゃん。URL 省略。宇多田ヒカル、評価に雲泥の差、ファンティーメ新アルバム発売方法をめぐって、芸能リポーター系、URL 省略。